の視線が集まります。最初のコーナーキック、ファンポストを狙った、飛び込んだ、決まった、決まった、決まりました。早くもイングランド同点。ハーディアンドでしょうか。このようですね。今は完全にゴールキーパーかぶってしまいました。ベッカムの右足から放たれたボールがこの日もイングランドの先制点を生みました。さらに22分、もう一人のエースが見せます。切り返した、グランダーで入る、シュート決まった、決まりました、イングランド2点目。応援にボールが通りました。応援、この大会初ゴール、マイケル・応援の今大会初ゴール。18歳で出場したフランス大会、鮮烈な印象を残したワンダーボーイがついに目を覚ましました。早々と2点を奪われたデンマークも必死の反撃。しかしイングランドは固い守りでエース・トマソンの動きを封じます。逆に前半44分、またしてもベッカムの右足からでした。さあチャンスになるか、グランダで出た、ヘッジのシュート決まった、決定的な3点目。思わぬ展開です。グループリーグ大活躍でしたデンマーク、イングランドを相手に3失点。デンマークの希望を断ち切る3点目。イングランドは勝負を決定づけた後もベッカムが観客を虜にします。ベッカムがシュートを打てる。ベッカムをキーにするとあの位置でも十分にゴールを狙います。守りでも持ち前の硬さは崩れません。左足のシュート、こぼれた、グランダーで入る、落とした、サンド、サンドから右に出た、トラップしてシュートまで持っていけない。なんとか一矢を報いたいデンマークですが、この日は運にも見放されていました。ボールが越えてきました。まだチャンスが続き、走り込んできている、ワントラップした、右足のシュート、これはどうですかね、味方の選手に当たってるような気がしますけどもね。あー、味方です。どうですかね、これね、当たってなければね。あー、頭を抱えますボーゲルント。ベッカムが開いた、右のバットアップ、右足のシュート、キーパーの正面。ベッカムのシュートはキーパーの正面でした。イングランドは1次リーグでの戦いをはるかに上回る強さを見せました。しかし試合終了間際、恐れていた事態が起こりました。ベッカムの左足に激痛が走ったのです。骨折から2ヶ月、懸命な治療とリハビリでなんとか間に合わせたベッカムですが、まだその足は完治していませんでした。試合は3対0のまま終了。一抹の不安を残しながらもイングランドはベスト8に進出しました。